定玉木10月は、帝長大、九月の皇族、定忠し玉木とも、先行帝長武両の長男。関和9年、クレアの天作王子正久と、南新王子正久が帝武両の根拠地の花、両道に攻め込んでくると、これを恐れた帝武両は、帝玉木を人質に差し出し、孔らに留め置かれた。帝武両が従属しなかったために、またも両王が攻め込んできたが、 帝武領の守りは固く、一ヶ月もの間、攻め落とせなかった。クレアサの使者は、帝玉木を竿の上にかけて、振らなければ、帝玉木を殺すと脅したが、怒った、帝武領は、多くの矢を追いかけさせた。これに驚いた両王は、帝玉木を殺さずに兵を引いた。大宝八年に、後政文が戦死すると、帝玉木は花漁へ戻った。大宝十二年うる五月。 南越王に封じられた。太平三年、父の命により、僧に作法を求める使者として赴き、翌太平四年、大祖は、帝武寮を、高鎮軍王に封じ、帝玉木も、また兼行大使、聖海軍節土使、安南都後に封じられた。太平九年、帝武寮が、幼少の弟である、帝高炉を皇太子としたため、 長年長武良と真苦を共にしてきた、帝玉木は不満を抱いた。翌太平十年春、帝玉木は人を使って、帝功労を殺害させた。10月、帝武良と共に思考内陣の森尺に殺害された。ありがとうございます。